日本テレビ系24時間テレビ478月31日9月1日放送の募金マラソンでランナーとして参加していた安子さんが走行中に歪説行為を受けたとの指摘が相次いでいる画像応援を受けて走る安子さん問題の行為はラストスパート中に発生指摘があったのは 残り400メートトを迎えたたラストスパートに差し掛かった場面ミュージシャンの吉木さんがピアノでモミを生演奏する中左足首を痛めた安子さんが痛みに耐えながら必死にゴールに向かって走っていると沿道で応援する観客の中にいた男性が安子さんに手を伸ばし右胸を触った。 サポートランナーもすぐに気がついて守ろうとしたが間に合わなかった。安子さんは一瞬戸惑う表情も見せたが、その後何事もなかったように感想している。放送を見ていた視聴者からは女性に対しては肩とか背中でもあかんよ、めちゃくちゃ気味悪いな、何を考えているのかと非難の声が多く寄せられている。 日本テレビに番組中のわいせつ行為について見解を聞いている。